三橋さんと山本太郎さんの動画も見ました、うん、それこそもう MMT を一生懸命三橋さんが教えてる姿、うん、山本太郎さんが一生懸命聞く姿、うん、ね、うん、もうそこで私たち もうそういうのでも勉強しました、うん、三橋さんっていうのはやっぱり竹中平蔵の悪いことを暴いたり、うんうん、政治に対してもいろいろ問題を追及してくれたり、うん、まあすごい人だなっていうのは感じていました、うん、本当知り尽くしてるっつうかね。そうそうそう、登録者数35万人いるそうですね、うん、そうさっき見たら35万人もいるんだと思って、うん、まあそんなに支持を得てる方なんだなっていうのは知ってます、うん、あとひろゆきさんとの、ひろゆきって言いますよね、あの、その人。2チャンネル解説者だっけ？そうそうそう、うん。今はニコニコ動画なんでしょ？ニコニコ動画。って言ってたよね。うん、言ってたね。の、ひろゆきとの対談を見ました。うん、あれは本当に三橋さんすごいなって思いました。うん、もう、見ててイライラしますもん、したもんね。そうだね。イライラした。あれはね、うん、普通はね、なんかもう。あの、ひろゆきのね、そう、1000万を私にくれてもいいじゃないですかみたいな、うん、そう、そうじゃないみたいなね、そう、10万円はそう極端なの、ね、そう、もうああいうの聞いて、うん、バカなのって思いましたよね。あれでもひろゆきが若者には人気なんでしょ。でもね、思いました、あの方も、うん、そのおじさんでいう池上彰と同じですよね、うん、そうだね、8割9割は、うん、あの本当のことを言うんですよね、うんうん、もう共感を得るようなことを言って、うん、本当の1割を、大事な1割を嘘つくんですよ、うん、そうだね、池上彰、そうだね、若い人向けの、そう、池上彰だと私は思いました、ね、あれを見て、ね、ああそんな感じだって、だから三橋さんはすごいなとは思いました、うん、そこで本当にそう、ね、見事論破したもんね、うん、したけどあの人感じてなかったよね、なんかね、そうなんだよ、そういうのがもう信じられないよね、そうなんだよ、そうそうそう、結局あ、まあそういう考え方もありますよねみたいなさ、そう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 、ね、